弱っ
テンポを発想をするからなんです。そんな夕方市の体調の変化に少しでも早く気づくことができるよう、水族館では定期的にいろいろな検査を行っています。それでは大型のイモをご覧ください。こちらは体温測定の様子です。トレーニングの合図でイルカたちには仰向けの姿勢をとってもらい、後方から体温計のセンサーを30センチほど差し込んで測定を行います。イルカたちの体温は36度から100度くらいと私たち人とそんなに変わらないですよ。さあ続いてはこちらの映像をご覧ください。こちらは血液検査の様子です。イルカたちには血が取りやすいようにじっとしてもらい、尾びれから血を取ります。月に1回血液検査を行うことでイルカたちの健康状態を知ることができるんです。また水族館では血液検査の他にも、さあ続いてはこちらの映像をご覧ください。こちらは水族館にある検査室の様子です。獣医が採集した血液の検査を行っています。このようにこの今日が検査で得られた結果から薬を処方したり治療したりすることもあるんですよ。また水族館では血液検査の他にも元気や呼吸、便を取るなど様々な検査を行っている方たちの健康管理に役立てています。毎日行うトレーニングの中ではこういった検査が行いやすくなるようイルカたちに教えています。イルカたちに協力してもらうことでお互いに安心して検査が行えるようになるんですね。さあ続いてはこちらの映像をご覧ください。こちらは腹囲測定の様子です。このようにメジャーを使って測ります。この検査で得られた結果をもとに太りすぎていないか痩せすぎていないかを確認し、毎日与える餌の量や種類、そしてカロリーまで管理しているんです。さあそれではあちらのステージにいる手を挙げているトレーナーにご注目ください。実はあのトレーナーの足元にある四角いものがイルカたちの体重計なんです。さあ今回は一頭のイルカに協力してもらって実際に体重測定を行っていきたいと思います。今回協力してくれるのは鉄の担当イルカで名前をビビと言います。皆さんよろしくお願いします。さあそれでは準備ができたらお願いします。今トレーナーの合図でビビが体重計に上陸しました。さあしっかりと尾びれを上げて、今日のビビの体重は259で合ってますか？どうやら合っているみたいですね。ビビありがとう。さあ今日のビビの体重は259キロでした。実際に合わせてみると250キロ以上もありましたね。皆さんいかがでしたか？今回はイルカたちの健康管理についてお話をしました。水族館では定期的にイルカたちがさまざまな検査を行い、健康管理をしていることが皆さん分かっていただけたのではないでしょうか。さあこの後もイルカパフォーマンスはまだまだ続いていきます。この後のパフォーマンスの中でイルカたちが飛び出す位置を奥にいるトレーナーたちがこのように正面右と示しますので、ぜひ参考にしてみてください。さあそれではお待たせいたしました。元気いっぱいなゆらたちのパフォーマンス、最後までごゆっくりお楽しみください。
では多くの生き物を飼育し観察をすることによって今まで知られていなかった海の生き物のことが少しずつ分かってきました。それらを知ることはきれいな海はもちろん地球の環境を守ることにつながります。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう海のこと、地球のことを理解し合わせていきましょう。イルカパフォーマンスをご覧いただき誠にありがとうございました。お客様にご案内いたします。この後